けてまいりますのでよろしくお願いいたしますということで、ではそしてはこの曲です。雨を傘をかぶって君は少し薄いてもう戻りはしないだろう、ね、瞳の中風を宿した話しぼろせいじするな、君に何を言えばよかったのだろう、さんの腕が死にますということでね、はい、よかったら皆さんお試しくださいませ。はい、700円だったっけ、はい、はい、ということでね、エリック焼きそばすっごい美味しいですので、ね、ぜひ皆さん食べてみてくださいね。はい、続いてもう1曲、
れではどんどん参りたいと思いますけれども、瀬戸の準備を間違えたなってやりながら気がつきましたね。はい、よっこいせ、はい、ということでね、はい、時々おじさんが出てまいりますので気にしないでくださいね、はい、はい、今日のビスクドール会議を私大丈夫大丈夫大丈夫きっと大丈夫ファーストキ頑張ってるんですけどもたまにって動きが出てますけどもね、はい、それではですねここで、ちょっとおとなしくなってみたいと思いますどういうこと、はい、新
しくね、あの先日曲を書いたんで、ちょっと、弾き語りをしたいなと思います。散々暴れておいてね、さっきあのハァーって動くんじゃなかったと、むっちゃ疲れた。キーボードの音が出るようでしょった。今日ですね、新しいちょっと仕込みの仕方に変えてやってみようと思ったんでね、ちょっと遠い。何のために生きてる
毎回言ってますけれどもね、皆様もかっこいいっすよ。はい、ということでね、あの後でちょっと反省会とか言われそうですけれどもね、はい。
応忘れていたんですけれどもね、あの来月10月の6日にはあの会プレゼンツの午後7をこちらで開催いたしますので、もしよろしかったら、さっきこんなに慌てて見せてましたけどね、あのよろしかったら遊びに来てくださいということでね、お願いいたします。それでは最後の曲、おお、でかい音がしましたね。